ブラックバーンバッカニアバッカニア S2 バイトブラックバーンバッカニアはイギリスのブラックバーンヤークラフト社が開発したイギリス海軍及びイギリス空軍によって使用された複雑艦上攻撃機開発製造中に起きたイギリスの航空機メーカーの再編のためメーカーは書籍によってはフォーカ放シドレイや BAE になっていることがあるまた何ついても日本語表記は ブキャナーとされる場合がある。敵のレーダー網をくぐり抜けるために低空を高速で飛行し、敏昇な運動性と高い機体強度を兼ね備えた全天候能力を有するが、初期は音速に達することができない、専用音速機であった。1950年、当時ソ連海軍がスベルドロフ級巡洋艦の大量建造を計画していることを知ったイギリス海軍は、 それらに対抗するための手段を模索していた。その結果、レーダーに捕捉されない海面すれすれの低空を飛行し、数に勝るソ連艦隊を核爆弾によって、一網打尽にする戦術が考案され、専用の機体が開発されることとなった。1952年6月に要求しようが機が39として航空省に提示され、1953年3月により、 具体的な要求仕様書き M148T となった後、フェアリー社、アームストロングホイットアース社、ブラックバーンエアークラフト社の3社の設計案が提出された。軍事省の審査の結果、最終的にブラックバーンエアークラフト社の B-103 が採用され、1958年に初飛行した。B-103 には、海賊の黄金時代にカリブ海のスペイン領を荒らしていた。 英仏出身者の公認海賊、バッカニアの名が与えられた。なお1940年代にブリュースター社が開発した感情爆撃機 SB2A もバッカニアの愛称を持つが、イギリス海軍が採用したモデル340から14はバーミューダと命名されている。バッカニアの爆弾層の内部に4発の爆弾が搭載されているバッカニアは、低空の乱気流の中を飛行し、 戦闘での生存率を高めるためにエンジンを2機搭載し、胴体にエディアルールを採用した。また、爆弾等の攻撃兵器を主翼や胴体の元に吊り下げて搭載せずに、機内の爆弾層に搭載することにより空気抵抗を減らすことに努めた。しかし、これら努力によってもバッカニアは音速を突破できなかったが、 敵のレーダー網をくぐり抜けるために低空をアオン速で侵入するのはその後の航空戦術の定石となっており実用上の問題はなくむしろ低空での優れた運動性が高く評価された展開された状態のエアブレーキ艦載機にとっての課題である航空母艦への発着艦は主翼と尾翼に空気噴出指式の境界層制御装置を採用することにより 大迎え角での失速を防ぐ工夫がなされていた。垂直尾翼から後方の胴体はエアブレーキも兼ねており、使用時は左右に展開する。その後、ブラックバーン車が放ーーシドレー車に吸収合併されたためバッカニアの整備や改良型の生産は放ーーシドレー車によって行われた。b 1 0計画はアナザーロイヤルネービーエーアークラフトアーナという既得名称を持っていたが、 ブラックバーンのアーナという語呂合わせで社内ではバナナと呼ばれていた。機体形状から見てとってパイロットからもバナナジェットの愛称でも親しまれた。現役中期にはトーネード IDS 開発において貢献することになる。もともとがかなりタフな設計な上に機体のサイズも近く、そして低空進行しての対地攻撃という共通の任務があったので適任とされ、実際に成果を上げている。 この用途で使われたものは機種の形が異なるので見た目での区別も可能である。長期間の実用テストを経て1961年からスーパーマリンシュミターと交代する形で部隊配備が開始された。最初の量産型である S1 にはデハビランド製ジャイロンジュニアエンジンが搭載されたが出力不足が問題で武装と燃料を満載した状態では 航空母艦から発信することができず、燃料を半分まで減らして運用するという制約があった。1963年に初飛行した S2 では、ロールスロイス製スペインエンジンが採用され、これらの問題を解決した。S1 は1966年11月までに S2 と交代した。乗せられた空母は、ビクトリアスやハーミーズ、イーグル、アークロイヤルなど多岐に及ぶ。 1978年にイギリス最後のクタール空母であるアークロイヤルが退役したためイギリス海軍からバッカニアは退役し残存機はすべて空軍に移管された老朽化したキャンベラ系爆撃機の後継機として開発中の超音速超距離攻撃機兼偵察機 BAC チームソニックレーシング -2 の開発が1965年に労働党政権により中止され さらにその代替機とされた海 -111K の導入も財政難を理由に中止された結果、1968年から空軍にも配備されるようになった。その後、イギリス海軍は航空母艦の全廃を決定し、クタール空母を運用しなくなったため、海軍に配備されたバッカニアはすべて回収されて空軍に移管された。優秀な低空飛行性能を持つバッカニアは、 アメリカ空軍をはじめとする、ナト諸国との演習においても一目置かれる存在であった。しかし、1979年と1980年に発生した墜落事故の結果、実に3分の2の機体で主翼の前桁に起立が生じていることが判明した。1 2時まで耐えられる頑丈な設計のバッカニアも、機体に大きな負担がかかる長年の低空任務で損傷していたのである。 この結果、修理とコストが見合わないと判断された一部の機体が退役し、バッカニアの機数は減少することとなった。英軍のバッカニアの最初で最後の実戦参加は1991年に勃発した湾岸戦争であり、12機のバッカニアがトーネード IDS が登壇したレーザー誘導爆弾を誘導する任務についた。低空での危険な行動が多かったものの、 参加した12機は、合計226回もの任務を、全う自然機が帰還した。湾岸戦争後の1994年3月31日に、バッカニアは、長い現役生活に終止符を打ち退役した。南アフリカ空軍のバッカニア S50。南アフリカ空軍は、イギリス以外で唯一バッカニアを導入した国である。1963年に16機の S50 を、 導導入入する契約を交わし、1965年からさされれたた。機体は、第24飛行隊に配備されたバッカニア S50 は基本的にはバッカニア S2 に準じた機体であるが主翼の油圧式折りたたみ機構を撤去するとともに高温高地での運用に備えて後部胴体にブリストルシドレー BS605 離陸補助用ロケットエンジンを搭載したバッカニアは あとの1960年代後半から80年代にかけての南アフリカ国境紛争やアンゴラ内戦への介入においてもその航続距離と低空進行能力を活かして南アフリカ空軍の対地攻撃機の主力の一角であり続けた契約では16機の他に14機のオプションを持っていたが労働党政権が 人種隔離政策を行う南アフリカへの輸出規制を行ったために14機のオプションは行使されず国連決議による武器輸出禁止によって予備部品も入手できない状況となった1978年のアンゴラとの紛争において初の実戦参加を行うが事故などの損耗によりこの時点での残存期は6機であった百八十八年十二月にアンゴラとの 和平条約が調印されたが、最後の出撃は、同年5月、退役時の残存機は4機で、9機が事故で失われたことになる。1991年に退役し、同時に配備部隊である第24飛行隊も解散した。また、南アフリカでは、ジェット戦闘機の体験飛行を行うサンダーシティで、ライトニングや、ホーカーハンターと共に乗ることができる。 イーグルに着艦するバッカニア、南アフリカ空軍の退役機を採用初限性能武装、エリア88先中佐の副艦、ラウンデル少佐の上機として登場。エースコンバットにプレイヤー機としては操作できず、敵機としてのみ登場する。ありがとうございます。